はい、皆さんどうも、リンナマンです。毎週月曜日夜9時から、ライブ配信をしております。ずっとね、 YouTube ライブをやってきたんですが、先週からちょっとインスタライブに切り替えてね、ちょっとテストをしてみようということでインスタライブをやっていきたいと思います。今日もインタラクティブに皆さんとお話をできたらいいと思いますんで、よろしくお願いいたします。何にも考えてません。題材も何にも。なので皆さんのコメント、チャット、質問、そういうものをトリガーにね、お話ししていきたいと思いますんで、気軽にチャットをしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。まあちょっとコメントが上がるまで、ちょっと最近のトピックス言うか。最近ね、あ、プレステ5かと、それ先週言ったね。あのキムタクが出てるそのゲームね、ロストジャッジメントっていうのを買ったんだけど、まだ解けないんすよね。まだ終わってないんすよ。で、俺は明後日から大分でね。あ、なあ、お父さんこんばんは。どうもどうも。人間ドックに行くんですけども、年に一回行っていてね。まあそこの人間ドックがすごくて、お、プッカーこんばんは。ほら、こう、何、胃カメラとかさ、大腸スコープって言って、お尻から、ありがとう、しおり。ね、スコープを入れるわけですよ。俺もうそっとマジ痛いのダメで。でもそこは、高橋さんこんばんは。麻酔を打ってね、寝てる間に全部、検査が終わるっていう。池江さんこんばんは。そうそうそう。で、それがもう最高で、ゆうたろうもこんばんは、ゆうたろうくん。で、もう怖がりで、俺注射もダメだから、ようこもこんばんは。はい、クリームさんこんばんは。注射も怖いからさ、だけども本当にその寝てる間に全部が終わるっていう。おはるいさんこんばんは。で、俺さ、人生で初めて麻酔を、まあこう点滴の中に入れるんだけど、やばいね、最高だねあれ。おりゅうさんこんばんは。けんちゃんこんばんは。かおりんこんばんは。はい、知ってます、ラハケンメンバーかおりさん。なんでしょうね、なんとも言えない感覚だよね、あれ。落ちる感覚。もう俺、それ5回ぐらい打ってるけど、もう絶対屈しない麻酔にって思うんだけど、屈しるよね。あ、ようこも注射怖いんだね。はい。あ、ちょっとなんか、あ、みんなさ、コメントの横にこう、ハテナマークで質問があるから、なんか聞きたいこととかあったらそこに投げてくださいね。それを元にお話を進めていきたいと思います。プッカ、3秒数えきれず意識なく。そうなのよ、最高だねあれね。カオリン、男性痛みに弱い。え、強いの痛みに。だって生理痛とかすごいよね、女性って。いやー、なんだって出産って鼻からスイカでしょ。無理だよ、死ぬよ痛みで。女性はすごいなって思いますね。カオリンこんばんは。香りまたなんか対談やりたいね。またなんか計画しよう。あとね、最近ね、音声コンテンツの配信を始めましたね。おりゅうさん、栄養も思考のうちですかね。栄養も思考のうちですかね。っていうか、思考を栄養が司ってるとは思いますよ。やっぱり、体中の臓器とかって栄養から始まってるわけだから、まあそういう意味でも。まあ例えばそのメンタルが、起伏が激しい人はちょっとアミノ酸不足だっていうね、エビデンスがあったりもするし、まあそれはあるかもしれないですね。そうそう。ほんでね、音声コンテンツを始めたんですよ。忙しいな、これ。でね、スタンド FM っていう、音声コンテンツを始めて、俺ね、嫌いだったのよ、ぶっちゃけ。その、ポッドキャスティングもずっとね、10年ぐらい前から、ちょろちょろ聞いてたけど、なんか好きじゃなくて、だけど、最近ちょっともうデスクワークが多くて、もう YouTube とか見るのきつくてさ、なんかもう飽きたことない。テロップが出て太鼓の音がドドンって鳴る感じ。もういいよっていう、 YouTube も飽きたよっていう感じになってたんだけど、なんか改めて音声コンテンツをいろいろこう、俺もこう研究してみたんだけど、あ、これ仕事しながらできるって面白いなっていう。で、なんかこう仕事中とか移動中って耳にイヤホンつけたまんま、仕事したりできるでしょ。だから仕事中にそうやって耳で何か情報を取りながらできるっていうのはすごいいいことだよね。
ん、これ面白いなって言ってちょっと今スタンド FM スタイフで配信をちょっと始めてみました。あのうちのオンラインサロン向けに実はちょっと前にねからあの秘密の朝活っていうのをやってまして、朝活を入れるの朝活ですね。でもう365日人生最高にしていく考え方稼ぎ方、まあ、そういうのをサロン内向けに配信していたんですがちょっと一般向けにもやってみようということでやり始めました。今日ストーリーなんかもう投稿しましたしそこからも飛んでいけるんでねぜひ行ってみてください。なぜ麻酔が人間の体に効くかっていう証明されてるね、そうだろうね、うん、あこの間塩津のあの投稿面白かったよ。あのもういいんじゃないですか自己啓発が有効か有効じゃないか問題みたいな。まあ俺も若干同感ですねそれは、うん、それは本人の価値観だもんね、うん、陽子朝活大好きです。あありがとう。あのスタイフにもコメントしてね。でもまあスラックでみんな書いてくれてるからあれあれで嬉しいよね。嬉しいしなんか勉強になんね。なんか一つの情報をみんなが同じ情報を聞いてこんなにも価値観が違うんだなっていうのが面白いよね。質問まだ来てないね。あったら書いてくださいね。朝活とってもいいです。ありがとうございます。佐藤さん、しおりリンダマンの音声コンテンツ毎朝のルーティンになりました。マジで俺の声ってなんかすげえ眠くなるらしいよ。大丈夫朝から。うん。いやでもなんか情報とかテクニックとかいろいろどんなことを配信しようかなってサロンメンバー向けにね思ってたんだけどやっぱり朝活だからちょっと本当頑張ろうぜみたいな。ほんでこういうことを具体的にやっていこうぜっていう、まあ、会社の朝礼じゃないけど今みんなにとって一番重要なことを、サロンの中の朝活では、音声配信しようと。でまあいろんな人の意見まで3分以内の1分から3分の尺でパッと聞けるようなものにするっていう。でもう一つ一般向けに始めたのはラジオっぽくね。まあちょっとラジオってあんまパキパキしてても面白くないからそのだらっとした側面もあってだからあんまりレジュメを書かないで本当に今インスパイアされたことをまあ喋るっていうスタイルでちょっと今日はやってみましたね。しおりいつもありがとう。かおりちゃん音声コンテンツ一番入ります。朝からカツってカツ入って最高です。そうなの？でも俺ごめんね日にち間違えて、うん、すいません。もう曜日わからない生活をね何年も続けてるとこうなっちゃうんだよね。お、いいなぁ。私は目からの情報がすごく入るので画像があると画面に映っている他のことがいろいろ気になって仕方ないので声だけって結構集中できそう。俺もねそう思ったよ。ぶっちゃけどうでもいいこともラジオなんかいっぱい喋るからそういうのは聞き流しといてんこれはいいなっていう時は手を止めてしっかりと集中して聞けるよね。うん、俺この間ほら先月かカリフォルニアに行ってていやもうアメリカ人の人たちってやっぱり運転文化だから車文化だから車の中でオーディオブックを聞いたりとか、そういう何ポッドキャスティングを聞いたりとかまあそういうことが普通なんだなと。掃除してる時も Bluetooth イヤホンをしながら掃除して、まあ、情報を取ったりニュースを聞いたり学んでる。ああこれは本当に日本もこういう感じになっていくのかなと。やっぱりあれが門を開けたよねクラブハウスが。まあどんどんクラブハウス加速化しちゃってるけど今やっぱりクラブハウスが耳市場っていう門を改めて開けたなって思うんだよね。でクラブハウスが2月頃かねドーンと出てきてからまあボイシーとかが釣られてグーンと行ったりねスタイフとかラジオトークとかあの辺がグーンと行きましたよね。いいな分かるわ。あじゃあ質問来てる。はい行きましょう。質問しおり人を褒めるとき注意するときに気をつけていることありますか。なんかさ子供の教育上褒めなさいみたいなのが5年前10年前ぐらいからとにかく褒めるんだっていうなんかそういう考え方がすごく流行ったというか浸透したんだけど褒めるっていうのは俺は悪いことじゃないよ。悪いことじゃないけどより上下関係と主従関係を作るなって思うんだよね。人を評価したりジャッジしてるわけだからな。例えばうちも子供がいるけど子供にね褒めると褒められたくて要は承認欲求を満たしたくてやっぱりいろんなことをやってくるから俺は褒めることも大事だけどそれよりも例えば子供に対してだったら同じ目線でその上から言うんじゃなくて同じ目線になって物事を考えてあげる友達のようになんかそれはすごく意識してるかな。あんまり褒めるってことはしないかな。
でもそのなんていうの、評価というかそのねぎらい、やったことに対する功績に対するねぎらいみたいなことは結構力を入れてますかね、うん、まあでもさ、あのリアルに現場コミュニケーションでは確かにその褒めるっていうのは重要だと思うんだけど、あのこれやってみてほしいんですね皆さん。なんか例えばさ5人ぐらいで飲み会するじゃないですか。でこう暇になってきた時にでね、みんなでさい、このじゃあ目の前、じゃあしおりをみんなで褒めてみようみたいな。で一周するわけで、前の人と被っちゃいけないので、これをね5周ぐらいやってみてください。そうすると4人いるから5周20回褒めなきゃいけないんだけど、だんだん褒めるネタがなくなってくるわけ。そうするとピアスが可愛いですねとか、あ爪が可愛いですねとか、なんか今日持ってきてるそのバッグ可愛いですねとか、でそうやってまあ褒める練習をするっていうのもすごく有効だと思うよ。うん、やっぱり褒め上手な人ってコミュニケーションうまいよね。うん、だし爪が綺麗ですねとか、すごい目が綺麗ですねって言われて嫌な気持ちはしないもんね。まあそうやって訓練するのも一つかもしれませんね。しおりちゃん、答えになってますでしょうか。ほい。先日化粧品の展示会に行くと CBD オイルを使った化粧品がすごく多かったです。やはりこれから CBD の需要は高まると思いますか、それとも一過性のもので終わると思いますか。もちろん僕はですね、神様じゃないので絶対なんて分かりませんが、間違いなく流行ると思います。というかもう流行ってます。ただ正しい認識をしている人はまあまあ少ないですね。100人に1人もいない気がする。なんかこう上っ面な、うる覚えな情報だけで CBD とかをこう解釈してる人が多いのかなと思うんだよね。俺すごい掘り下げたことあるよ CBD、 もうだいぶ前よ、3年前4年前ぐらいで。今もう日本なんかも CBD なんて普通だしさ。でももうアメリカなんかはまあ州によるんだけど、コストコでも CBD は買えるし、まあ CBD っていうのは、まあ、簡単に言うとその大麻の花とか葉っぱじゃない茎とか、その要は日本では麻薬と言われる成分が入っていない、そういうのを THC っていうんだけど、 THC な成分が入っていないものを CBD と。だからまあ CBD っていうのは大麻から抽出はしているものの、めちゃくちゃオーガニックなんですね。だからマクロビとかオーガニックをしている人は CBD を取ってますよね。ただ日本に入ってくる CBD って結構ろくなもんじゃないと思うよ。なんかもう全然、何そのガイドラインも少ないし、エビデンスもないようなものがたくさん入ってきてるし、この間ドン・キホーテ久しぶり行ったら CBD コーナーがあったよね。でなんかグミとかが結構こんぐらいの瓶みたいのに入ってて2万5000円ぐらいしたよ。これって大丈夫なのかなとかも思いながら、あのほらヒアルロン酸配合って一滴入ってても配合だからね。だから CBD だってどれぐらいの良質なもので、ケミカルじゃなくてそれが何パーセントぐらい入っていてっていうのがすごく大事だと思うんだよね。まあアメリカでびっくりしたことは、 CBD と THC の研究がものすごく進んでいました。まあ日本は合法化するなんてことはあったとしてもだいぶ先だとは思いますが、でも正しい情報を持っておくのは大事じゃない。俺らはポケットにタイマーを入れてたら逮捕されるし、そんなことしちゃ絶対ダメですよ。そんなこと進めてんじゃないんだけど、でも世界ではそういう動きがあっているとか、まあ投資家は今グリーンファンドって言って、そういう、まあ、タイマーカルチャーですよね。タイマーなビジネスにすごいお金を入れてるし、だってもう何十円かの葉っぱが何千円とか何万円とかで売れるわけだからね。でもともと日本は朝文化で大麻文化だったわけだから、神社でも朝を焚いていたみたいなっていう、まあ、背景もあるじゃないですか。まあ、なのでやっちゃダメだけど、法律的にだけど、世界でそういうことがあってるんだという正しい認識を持つってことは重要だと僕は思いますね。いや俺もそのこの間カリフォルニアでお店行ってみたの、遊びに。いやもうアップルストアみたいに綺麗でかっこいいよ。でパッケージも超かわいいし、スヌープドギードッグっていうラッパー、わかる？ラッパーの人もお店を出してるし、なんとリアーナもね、マリアーナバイリアーナっていう、CBD のお店を開いてますよね。いやもう間違いなくバグ伸びしていくジャンルだと思いますよ。まあ化粧品も最近入ってるよね。あとクッキーとかグミとかね。はい。
あらこさん、サロンメンバーね、アドバイス、ツイッターアドバイスありがとうございました。今日ね、俺がスラックでアドバイスしたけんね。何年先ぐらいまでの自分をイメージして活動していますか？あのさ、みんなこんな質問よくされません？あなたはどうなりたいですかっていう。で、すごいビジョンを持つってことは大事だし、これすごい重要な質問だと思う反面、あんまりこの質問に意味をなさなくなってきたなっていう感覚もあるんですね。それはどういうことかっていうと、10年後どうなっていたいかって聞かれるんだけど、10年後なんて想像できなくないっていう。テクノロジーとか、いやいや、車は空飛んでる可能性あるし、なんかチップを埋め込んで、なんか体でもう骨伝導で電話で喋ってるかもしれないし、こういったメガネにもなんか AR とかが入っていて、仮想現実を映し出せるようになってるかもしれないし、脳みそをいじれるようになってるかもしれないじゃん。だから本当に分かんないんだよね。だから、どう、あなたはどうなりたいですかが意味をなさなくなってきた気がするの。じゃあ俺は何が大事だと思ってるかっていうと、どんな未来になったとしても対応して順応できる経済力だったりとか、自分の体力や健康だったりとか、人脈だったりとか、それをやれ、ね、例えば空飛ぶ飛行機が出た時に車がそれに乗る時間だったりとか、そういうものを整えておけば、何が流行ってバズったって、ね、バイクが流行ったらバイク買えばいいし、船が流行んだったら船買えばいいじゃないですか。だからどうなりたいですかっていうのはすごく大事な質問だと思う反面、意味がなくなったなと思います。収穫加速の法則っていうのがあって、収穫加速の法則っていうのは、大正、明治、昭和、平成、令和みたいになってきた時に、テクノロジーの進化、こっちか右肩上がり、こんな感じだったわけ。ところが今インターネットがグローバル化、そしてみんながスマートフォン持ってるから毎日情報取れるし、Google 翻訳でもうリアルタイムに翻訳してくれるから、もうね、テクノロジーの進化こんななっちゃってるわけ。今までこうだったのにこんななっちゃってるわけ。これを収穫加速の法則っていうんだけど、あのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんの常識で生きてないですか？皆さん大丈夫ですか？普通そういうことしちゃダメなんだよっていうのはもう間違ってる可能性ありますよね。うん、いやもう本当にそういうパラダイムシフトって言われる世の中の変化が尋常じゃなく早くなってるなという僕は印象を受けます。だからまあ一応僕自身も、あらちゃんごめんね、あの何年先かっていうのは10年後20年後30年後の一応ビジョンは考えていますが、どんなことが流行っても対応できるような自分でいようっていうことをある意味一番努力してるかもしれません。あと今日ほらツイッターのアドバイスをオンラインサロンで今日したじゃない。まあ最近このライブ配信でもよくこの話はしてるんだけど、みんなね、今日インスタでやってるからインスタ頑張ってる人たちだと思うんだけど、絶対ツイッターやった方がいいですよ。もうね、もし同じ1時間という時間を投資するんだったら、費用対効果圧倒的にツイッターですよ。インスタは何がいいかっていうと、まあこのストーリー機能っていうのがあって、24時間で消えるから、後腐れがないから、別にすっぴんの写真でも上げちゃえばいいやみたいな、消えるからね。まあそういう良さがあったり、今だったらこうリールって言われるショートムービーがあったりとかね、そういう意味では面白い。ただその写真とか動画じゃないですか基本。すごい可愛い写真を見たから友達になろうってあんまな思わないですよね。実はね、今月か来月かちょっと今日程を調整してるんですけど、もう俺ね、 SNS の質問がめっちゃ来るわけ。俺普通に SNS のだけのコンサルじゃないんだけど、でもやっぱ詳しいからさ、どうやって伸ばしたらいいですかとか、人脈を増やしたいとか、いやいや、もう今どの商売にも何に悩んでるか知ってるみんな。まあコロナもあるけど、集客ですよ。もうどんなに技術があっても、どんなに美味しいご飯作っても、お客さん来なかったら始まんないからね。そんな集客を無料で努力だけでやってくれるのがツイッターとか SNS でしょ。でそれをじゃあ Google AdSense とかその広告 PPC 広告でやったら、一人顧客を獲得するの2万とか3万普通にかかりますから。でも2万円払ってでもその人がリピーターになるんだったら価値があるわけ。それぐらい今広告費っていうのはすごいお金がかかるんだけど、で CVR って言ってコンバージョンレートっていうんだけど、コンバージョンレートっていうのは、
100人に対して広告を出しました。それに対してオーダーが来たのが2人だったら CVR は 2% なんですね。この CVR をどんだけ上げていくかとか、まあウェブマーケティングの中ではもうめちゃくちゃ重要なことなんですよ。まあそんな昨今でですね、一僕たちみたいな個人がどの SNS に力を入れなきゃいけないかと、もう絶対 Twitter です。もう最近俺もう結構命がけでやり始めてるよ。今俺も今データ検証をしているんだけど、いろいろ分かったことがあるんで、まあちょっと Twitter のセミナーをやろうかなと思っていますから、またインスタとか俺の公式 LINE とか、Twitter とかで告知をしようと思うんでね、ぜひ来てください。衝撃的な事実がいっぱい分かりました。また公開します。サロンメンバーの人はもちろん見れますんでね、そこから見てください。はい、カオリン、今ツイッターに力を入れてます。最近リンダマンがフォローしたくなった人、応援したくなる人はどんな人？これはさ、ちょっとリアルな話するね。例えば俺の人にいろいろリプが来たり、いいねが来たり、 DM が来たり、フォローされたり、いろんな人から何らかの接触が来るんだけど、俺はどういう人と友達になりたいかっていうと、やっぱり自分にとって利がある人ですよ、所詮。俺だって人間だし。まあ、この人面白いな、友達になりたいなっていうパターンもあるけど、ほとんどその人が何者か分かんないわけだから、俺にとってこの人は利があるなと、やっぱり思う人なんですね。それはどういうことかっていうと、じゃあ例えばカオリンが俺の投稿をします。俺と友達になりたい。なんだったら俺今1万8000人以上のフォロワーがいるから、その人たちに拡散してほしいと、私という存在を。そうすると俺は、かおりちゃんに対してリツイートだったりとかの投稿をリツイートしたり、かおりちゃんってこんな人ですよってわざわざ記事を書いたりした方がいいじゃない。でもこれ裏を返すと、わざわざかおりちゃんを紹介したい、リツイートしたいって思うような投稿をしなきゃいけないわけ。これね、汲み取る力がいるよね。じゃあ例えば俺が今度ツイッターのセミナーを今日始めると、俺だったらこう書きますね、ツイッターに。いや今日リンダマンのインスタライブすごく楽しかったです、ありがとうございました、アットマーク俺のアットマークeLifeハックっていうツイッターアカウント。そうすると俺にメンションが飛んでくるからね、私あなたのために投稿しましたよって通知をやらなきゃいけないわけで、そこでツイッターのセミナーがある、なんか衝撃的な内容と聞きましたと、これは絶対聞きたいんで、どこで応募したらいいんですかみたいな。でそういう、なんかそういうような投稿が来た時に、俺はどう思うかっていうと、このかおりちゃんの投稿をみんなに見せたいと。だってこんなに俺の、例えばそのセミナーに対して評価をしてくれるわけだから、あれだよね。お客様の声だよね。楽天とかで物を買う時って大体お客様の声がバーッと並んでるじゃないですか。みんなが美味しい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 って言ってるから買いたくなるわけでしょ。まあそういう記号的認識っていうんだけど、その第三者が何て言ってるかっていうのを見せたいから、そうすると拡散をしたいなって思います。でもね、一番ひどいのが、とりあえず俺のメンション、とりあえず俺のタグをつけておくって人。で、要は、うまいこと言ったらリツイートしてくださいね、みたいな人。で、絶対しません。だって、俺がリツイートをかけるってことは、俺を見てくれてる、漏れなくいろんな人たちが、タイムラインがどんどん散らかっていくわけじゃない。俺が100個リツイートかけたら100個散らかるから、嫌だよね。でそこにさ、なんかエロいやつとか、前澤さんの100万円がどうのとか、そんなことどうでもいいじゃないですか、俺にとっては。だから人様のタイムラインを借りてもいいような内容にするっていうのがめちゃくちゃ重要ですよね。これね、研究がいるよ。で正直どのツールを使ってやるかっていうのもすごく重要なことだし、やり方もある。あとはまあその影響力がある人たちのネットワークをこう、まあ、奪いたいわけですよね。例えば俺の漏れなく1万8000人のフォロワーをもう丸ごと私にくださいみたいなことがやろうと思ったらできるわけじゃない。それはね、正直テクニックある。まあそういったテクニックをちょっと今月だと思うんだけど、ちょっとツイッターセミナーでやってみようかなと思っております。興味がある人はぜひ参加してくださいね。カオリン、これで良い？はい。 YouTube や本で有名なリベラルアーツ大学の両学長は、高配当株やインデックス投資や不動産投資の重要性を話していますが、金銭的に自由になりたければ投資はマストだと思いますか？うん、投資はマストだと思います。ただまあ両学長もたまにチェックしに行っていますが、両学長がどうのこうのって話ではなくて、ポジショントークって皆さん知ってますかね。
やっぱりライターの人たちは本当にそのライティングで物を販売したりとかプレゼンするのが上手なので、例えばね、皆さんこんな記事を見たらどうですか？ビットコインを毎月1万円ずつ積み立て投資することで、こういう配当を自分は得ることができました。で、例えばよくありがちなのがその通帳のコピーみたいのをバーッと貼り付けて、利回りが 15% ぐらいありましたと。そうすると興味が湧くじゃないですか。で、ライターの人うまいのよ。ただこういう注意点もあるし、こういう失敗談もありますって書いた瞬間に、人間ってそういうなんかプラスのことばっか書かれると怪しいんだけど、マイナスのこと書かれると親近感が湧くじゃない。あとは機械損失って言って人間は損したくないんですよ。だから例えばね、今アフィリエイト業界でも最近はね、まあ、ある商材がすごいバズってるわけ。俺もアフィリエイトは本気でやってないけど、やっぱり年間になかなかの収入があるのね。100万とか余裕であるわけで、それってただ適当にやってるんじゃなくて、俺の記事に対してどの投稿がいいか、どんな商材がいいかということを考えなきゃいけないんだけど、まあ要はなんでビットコインの記事を書くかっていうと、コインチェックからそのアフィリエイト収入が欲しいからやってるって人がたくさんいるわけですよね。そうすると、もし俺が今日じゃあ聞いてくれてるみんなが俺の話を聞いてこの URL をクリックしてコインチェックでからビットコインを買ってほしいと、そうすると俺は登録料で3000もらえると1人だとするなら、俺はなぜビットコインがいいかとかコインチェックはなんでいいかって話をするじゃないですか。だって契約してほしいんだから。これをポジショントークって言います。だからその両学長がどうのではなくて、そういうことが世の中いっぱいインターネット上に起きてるんだっていうこと前提なんですよね。よくさ、投資の世界でインサイダー取引っていうのがあって、インサイダーっていうのはもう絶対儲かる情報なわけ。でもそれは法律的に言っちゃダメなんです。例えばこことここが合併するとか、戦争が起きてこの例えばその先物取引がぐんと下がるとか、そういうことは言っちゃいけないんだけど、まあその雲の上で政治家レベルの人たちがインサイダー取引みたいのがあるじゃないですか。やっぱりね、儲け話もそうだけど、インターネットなんかないよ。なんでか教えるよ。俺が今日儲かる話を例えば知っててさ、みんなに教えるわけがないっていう絶対的なロジックがあるわけ。それは俺がみんなに教えると、これ多分延べ、これ YouTube でもアーカイブを公開するんで、毎回1000人2000人の人が視聴するんだね。そうすると1000人の人がじゃあそれを買い始めると価格が落ちたりするじゃないですか、価値が。で、その価格変動が起きた時に分配率が下がるんですよ。うん。やっぱニッチな方が先行者有利っていうのもあるからね。だから、儲け話なんか絶対教えないです。うん。インターネットなんかでまして教えないです。特に俺は今もう YouTube の毎日配信やめましたけど、なんでやめたかっていうと、もうあんな民度が低い SNS 嫌だなと思ったの。だってもう学生も見てるし、なんかもうタダだから教えてくださいみたいな人たちばっかりだし、面白いことやってみたことがあるんだけど、すげえハイレベルなコンテンツと、すごい民度が低い、要は普通の凡人でもわかるぐらいのコンテンツ、どっちが受け入れられたかって、圧倒的にこっちの方が受け入れられるんですよ。すごくないですか？なんかもう、情報配信者として全然面白くなかったわけ。ああ、だからこんな民度が低い SNS やりたくねえと思って。やっぱり、俺はね、有料コンテンツって大事だと思うの。これポジショントークじゃないよ。俺もやっぱりオンラインサロンやっていて、その課金してでも俺の情報取りたいって思ってる、その障壁があるわけよ。カード情報入れたり、お金もかかるしね。うちは毎月980円しか取ってないけど、その障壁を突破してきた人たちは、やっぱり情報に対するアンテナ感度が高いよね。そういう人たちにはなんか教えてあげたいって思うよね。だから民度が低い SNS って嫌だな。でも音声市場はね、客層がいい、すごく。まあだからちょっとやってみようかなと思って音声も始めました。ああ、でも資産運用はもうマストだと思いますから、絶対やらなきゃダメよ。だって、この国って一生労働で頑張ってもお金足りませんから、これね、おじいちゃんに聞いちゃダメだよ。おじいちゃんの時代は足りてたからね。で、お父さんの時代もギリギリ足りてんのよ。なんとか年金とか、厚生年金とかで生きていけるんだけど、やっぱり今の人たちっていうのは、その限られた人生の中で仕事をして、そしてどういう生命保険に入って、どういう資産運用をして、貯蓄をどれぐらいして、いくらぐらいの家に住めばいいかっていう、そのファイナンシャル的なことがやっぱり重要じゃない？それはすごくマネーリテラシーっていうのを、情報
が大事だし、情報というかね、人脈がいるかな。なんでその手の相談をそんなやつにしたんだよっていう人がいっぱいいるから、だってさ、お金全然持ってない人にどこに投資したらいいですかって聞いちゃダメじゃん。俺にダイエットを聞くぐらいそれずれた質問なわけ。俺痩せてないからね。まあ本当にそれってセンスだなって思いますけどね。まあ資産運用なんかは結構クローズドのコミュニティで僕は結構教えています。はい、影さんこんばんは。毎週学ばせてもらってます、ありがとうございます。もしリンダマンさんが今営業を始めるなら、まず何を意識、営業マンってこと、どういうこと、営業っていうのはどういうこと、カフェの営業とか、営業マンの営業かな。でもさ、まあどの営業のこと言ってるのか分かりませんが、営業って何が大事かって、やっぱりその人のハートを掴んでるかどうかだと思うのね。あのちょっと前に100円のコーラを1000円で売るみたいな本が売れたんだけど、皆さん100円のコーラ1000円で売れます？だって自販機で買ね、その辺で買ったらスーパーで買ったら100円で買えるものを1000円で売るんです、あ、営業マンね。それって900円何が載ってるかっていうと、その人っていう人間が載ってるわけじゃないですか。だからそのハートトゥーハートじゃないけど、心のつながりだったり信頼関係だったりが重要だと思うの。いや俺もやっぱり、なんていうのかな、頑張ってる店員さんと頑張ってない店員さんがいたら、それは頑張ってる店員さんの方から買ってあげたいし、自分の数字のことばっかしか考えてない営業マンと、ちゃんと俺のことも考えてくれながら数字のことを考えてる営業マンがいたら、それは後者の方がいいじゃない。やっぱり俺たちは機械じゃなくて人間だからこそ、そういう人間的なリアルコミュニケーション、アナログコミュニケーションの取り方が僕は重要だと思いますけどね。あのね、これから AI 人工知能ロボットに営業ってね、相当取られると思うの。ちょっとみんな想像してね。例えばさ、生命保険の外交員の人ってちょっと抵抗ありません？あ、保険屋さんに勧誘されるのかなって思ったりするじゃないですか。なんか日本って保険のイメージ悪いよね。俺はそんなことないと思うんだけど、まあでもそういう人がいるからね。じゃあよ、ペッパーが生命保険の説明をするんだったらどうですか？いや、こんにちは、ペッパーだよ。今から保険の説明をするよ。ここにタップして、みたいな。あなたは何歳ですか、ピ、みたいな。男ですか、女ですか、ピ、みたいな。こうやってアンケートを答えていくわけ。あなたにはこの保険がいいですよって言った時に、めちゃくちゃでっかく断るボタンがあるわけ。あ、やれ、断りますって。要はロボット側に感情がないから、こっちも気まずいとかないわけですよ。でも相手が人間だと、いや、こんなに頑張ってくれたから付き合いで入らなきゃいけないかなって思ったりするじゃないですか。だから俺、ロボットが営業をやり始めると、いい意味でも悪い意味でも感情がないから、すげえ契約取ると思うの。うん、だから俺はなんかロボットってすげえサインしてくるね、スポンサリングしてくると思うよ。ニーナ、 SNS、 YouTube、 コンテンツによっていろんな伝え方のポイントがありますが、音声コンテンツで意識されている伝え方は何がありますか？これはね、正直キャラとかタイプによると思う。ただなんか今の時代的にこういうの合ってないなって思うのは、ガチガチに気合入ってるコンテンツって今どの SNS も流行ってない気がする。スタジオでバジって撮るやつとか、テロップをガーンって入れてるやつよりも、なんか、ピー、はい、どうも、録画を始めます、みたいな。編集もできません、みたいな。すいません、ちょっとトイレ行ってきていいですか？みたいな。その人のリアルが垣間見られるようなもの。だからラジオって、まあもちろんキャラクターによるんですよ。だけど、なんとなく無名、よく一般的に知られてない人で、すごい視聴数を稼いでる人たちって、結構テンションがローなんだよね。はい、どうも、おはようございます、リンダマンです、みたいな。これって逆に親近感ないですか？友達と LINE ビデオで喋ってる空気感。バキバキに原稿作ってやると、まあそれはそれで面白いけど、なんか最近求められてるのはそっちじゃねえなっていう。だからこれってさ、リアルとリアリティの差だから、リアリティっていうのは日本語にするとリアルっぽい、リアルっていうのは現実ですから。だからその人のリアル、だからこういうところも、あ、リンダマンの配信の部屋って後ろこんな、これリアルな壁ね、こういう壁なんだっていうのが見えた方が面白いじゃない。うん、だから例えばこうやって今日の僕の配信のとこ見せますみたいな、
ね、こういう、ね、ここは今こう、ね、こんなの見るとなんか、そんなとこで配信してんだみたいな、こんなマイクを使ってるんだとかさ、ね、こういうのがいろいろあるんじゃないですか、これプレステ5ね。そうそうそう、こういうのってなんか見たくないですか。まあ映画で言うと映画の本編も面白いんだけど、なんていうんだっけ、そういうの、メイキングオブみたいのも重要だよね。そういうのって大事かなと思いますけどね。ポイント、いろんな伝え方のポイント、まあそうだね、音声コンテンツの場合はなんかそれがすごく重要だと思う。あとやっぱりね、離脱率って言って、その要は10分の音声を回した時に何気にポチってザッピングするわけ。なんかいろいろ見てて、あ、面白そうって言ってピッてプレイをした時にいきなり営業みたいな、告知させてくださいみたいな、これってちょっと聞きづらいし嫌よね。人間は広告を嫌うだから。でもそこでどんぐらい掴めるかだから、まあまあ定石は結論を先に言うこと。うん、ちょっと今日の結論言うね先にみたいな。うん、で今日はこういうことが得れるよみたいな、で最後にこんな話するよっていうと、その離脱率って最後までちゃんと聞いてくれる人が増えるから、まあ最初に結論を言うっていうことが重要。ただ結論を言うんだけどバキバキじゃダメじゃないですか。なので、あの番宣もそうじゃないですか。来週のサザエさんはこれみたいな、最初結論を言ってそれからダラダラダラっと進んでいくから、結論を言ってからアイスブレイクを入れること。いやー、キングオブコント良かったですねみたいな、俺も今日ラジオでキングオブコントの話したけど、ああいう時間が結構氷を溶かすよね。アイスブレイクっていうのは重要だと思う。でそこから、ああそうそうそう、じゃあ本題に入りますねみたいな、で今日は後半にこういう話をするんだけど、最初に結論言っておくと3つポイントがありますみたいな。やっぱりみんな結論を前に出してあげた方がより最後まで聞きたいと思うんじゃないでしょうか。まあこれはちょっと組み立て方がいるかな、レジュメのね。 YouTube もすごいそれは考えて、俺も作ってたよ原稿。はい、しおり、掃除中など耳が開いている時に長めの音声コンテンツを聞くんですが、なかなか集中できません。訓練したらし、いやー俺もね、しおりね、実はマルチタスク苦手なのよ。全然入ってこないです。でも目の前の、俺 PC 作業中が多いから、 PC 作業に 80%、 なんとなく 20% 耳が開いてる感じで、なんかんって思うフレーズが来たらちょっと巻き戻してそこをもう一回聞き直すっていう感じでやってるかな。でもなんか例えばさ、ライティングしながら、仕事しながらなんかこう音声を聞いてたら、もうどっちもいい仕事できないからね。やっぱマルチタスクって生産性が下がるし、あんまり良くないと思うの。BGM 感覚で聞いて、ん?って思った時だけ、なんかもう一回ちゃんと聞き直すってことをやってるかな。なんかね、俺別にさ、音声コンテンツもそうだし、Twitter もそうだし、ニュースサイトもそうなんだけど、何が重要かっていうと、情報を取ることよりも、トリガーを探すことだと思うのね。要は、Twitter が続かない人っていうのはネタがないわけよ。投稿するネタがないんだけど、よく考えてください。ツイッターって人の投稿を見れますよね。彼女ができましたとか、昼ご飯のカレーが美味しかったですとか。じゃあその昼ご飯のカレーが美味しかったを引き金にして、私が過去に食べた美味しいカレー屋さん3選紹介したいと思います。っていうのがコンテンツになるし、彼氏ができましたっていうことをトリガーにして膨らますと、やっぱり人生一回しかない中で最良のパートナーを探すってことは重要なことだと思うみたいな感じで、そのトリガーを見つけるための俺は情報源だと思うのね。だからネタがない、ネタがないってうちのサロンメンバーでも言ってんだけど、俺のツイッターそのままなんかネタにしていいよみたいな、もう別に全然パクってくれていいからみたいな。だからそのサロンの中でしか公開してないコンテンツもいっぱいあるわけだから、それをどんどん切り取って自分が喋ってる風にしちゃっていいわけじゃない。だからネタがないんじゃなくてトリガーを探してないんだよね。まあそこに対してアンテナが折れてるのかなって思うことがあるんで、まあ俺はトリガー探しのために結構情報を取ったりしています。ほい、じゃあちょっとコメント読んでみる。見づれえなこれ、インスタライブって。音声コンテンツ、車の運転中ありがたい。わかる。すごいよね、移動中とかって。でね、俺はさ、じゃあ、
例えばこう音声配信を聞いていて、わこれめっちゃ面白いこの考え方とか、この情報めっちゃいいじゃんって言ったら運転中だったりするから、俺アプローチに Google Keep っていうアプリを入れていて、 Google Keep っていうのはちょっとメモを残せるわけで、 Google Keep を立ち上げて、もう声でね、例えばその人生は一回しかない、もっと大切に生きようってフレーズがいいなと思ったんだったらそれを入れる。でそれをメモ帳に貯めといて、それをまたトリガーにして、あれこれ2ヶ月前に人生は一回しかない、あじゃあこれにインスパイアされたことを今日はブログに書いてみようとか、ツイッターにしてみようとか、音声コンテンツにしてみようっていう。だからネタなんかもう街中に腐るほどありますから、そのためにもツイッターっていうのは面白いよね。もうトリガーだらけなんで。だってね、今もうツイッター伸びてる人たちって絶対どっかで見た情報を切り張りしてリライトしてるだけだから、オリジナルコンテンツなんかほとんどないよ。俺見てわかるもん、これまたどっかから盗んできたなみたいな。コピペしたら盗用になるから著作権的にダメなんだけど、リライトって言って順番を変えてちょっと自分のように書き換えたりすると、まあ、これもねギリギリガイドラインがないんだけどね、全然 OK だったりすることもあるわけよ。だけどこの人リライトしたなっていうのは見てわかります、すぐ。うん、あもう回答済みだね。そうそう、まあだからちょっと俺はツイッター本当にみんな頑張った方がいいんじゃねえかなって思ってるよ。うん、でじゃあこういう話を聞いてさ、すぐみんな行動力あるから動くわけよ。うん、よしじゃあもうリンダマン言ってたから今日からツイッターやりますみたいな。でも3日後やめてるからね。3日後やめてるやつが 80% かな。1ヶ月ぐらい続くやつが、全体の 10%、10パーいないかな。で1年間ずっと続ける人が 5%、 俺の感覚で言うと。でただ続けてるやつが多くて、その中で100人中1人いるかいないかぐらいです。突き抜けていくやつがいるね。うん、俺をはるかに超えるぐらいなんかもう巧みになっていく人がいる。うん、それは何をしたかっていうと、ツイッターだけじゃないんだけど圧倒的な量をやった人です。まあ本当に良質の転換という言葉があるけど、やっぱりまず量なんですよね。大量にやらないと大量な結果生まれないわけだし、うん、やっぱり圧倒的な量をこなして振り返った時にコツが分かってきて、だから逆に言うとノートとかでノウハウを買ってもピンとこないよね。それは処女にエッチを教えてるような感じで、一応言ってることは分かるけどピンとこない、だって処女なんだもん。だからノウハウっていうのは意味があってあるようでないかもしれないね。やっぱりある程度経験値があるからノウハウっていうのは生きてくるわけだから、なんかまずあこんなにだってお金になる SNS ないと思うよ。もう俺ツイッターを資産価値にしたら、通算もう10年以上だけどツイッターって登録して多分僕は言ってると思うよ。うん、余裕で。それを通じたもう様々なことで生まれた経済っていうのが俺の中では多く超えてると思うな。だとするならさ、本気で頑張った方がよくないですか。ちなみに俺ツイッターアカウント1個だけじゃないからね、5個ぐらい回してるから。だからみんな俺って知らないアカウントあるんですよ。言わないし言ってないんだけど、なんかそれはすごい潜在的なものがあるよね。大量行動コツをつかむ、そうそう、大量結果イコール大量行動だよ。そして量がだんだん質に転換されていくのはね、これ量質転換の法則っていうんだけど、そんなもんだからさ。あ、はい、アミちゃん、リンダマンがお子さんにしたい教育は何ですか、これから子供のたちに。あ、俺ね今日ちょうどこのこと考えてたんだ。ちょっとこの話しようかな。教育って本当難しいというか面白いと思ったんだよね。例えば子供の主体性を伸ばそうと思ったら、ジャッジしたり誘導したりせずに、何かものだけ、例えばピアノをやらしたいんだったらピアノをやりなさいではなくて、ピアノって面白いんだよっていうコンサートとか楽器屋さんに連れて行って触らしてやりたいって思わせればいいじゃん。そうすると自発的な主体性が生まれるんだよね。だからこれはすごくいいことだと思うんだけど、これって深いところで考えると本当の主体性なのかそれはっていう。親がいろいろ見えないところでセッティングしてできたものだから、人生100年って長いさ、その人生の旅の中で
セッティングしないと気づかないっていうのはどうなんだろうっていう。うん。じゃあ逆に反対はどうかっていうと、その反対側にあるのはもう鹿として勝手にしろと。で、もう傷つこうが何しようが全部経験だと。でもそうするといっぱい傷もつくし、うまくいかないこともあるんだけど、すごい体力がついて筋力もつくじゃない。だからもう何が正しいってないんだよね。うん。主体性をつけさせてあげたいからって言った瞬間にもうそれ主体性じゃないじゃんみたいな感じがするのよね。要はナチュラルに見せたいって言ってる時点でナチュラルじゃないのと一緒でさ。だからそれを今日ちょうど考えてたの。だから答えは出てないよ。でもやっぱり主体性っていうのは重要だと思う。うん、トップダウンでね、そのなんだろうな、なんかこう子供にいい服着させて、私の子供って最高でしょっていう親の承認欲求のためのぬいぐるみじゃないから子供は。俺はなんかそういう教育は好きじゃないし、ただやっぱりいっぱい見せてあげたいよね。世界とか貧しい人とか豊かな人とか自分の立ち位置を知ってもらうとか。うん。だからやっぱり傷つけるっていうと変だけど、可愛い子には旅をさせよう的な発想もいるんじゃないかなって思うよ。まあ俺もまだまだ子供なんか新参者だからさ、アミちゃんの方が詳しいでしょ。毎朝の朝礼を1日作業の開始にしているんですが、この朝礼を1日の流れにどう生かせばいいですか。お、いい質問ですね。これあのオンラインサロンってことよね。俺ね、どういう気持ちでやってるかっていうと、もうまさに朝礼なの。よし、今日はこれ意識してやっていこうっていう、まあ上司の指示だぐらいな感じがいいんじゃないですか。だから別にあんまふわふわした自己啓発の話とかしてないし、これやろうぜっていう、これやったらもっと伸びるよねっていうことを基本的にこれからも配信していこうと思ってるんで、1分から3分。だからあんま長いと頭がこう迷っちゃうし、今日はこれ以上っていう感じでやりたいなと思っております。そんな風に活用してください。カオリン、ビジネス、SNS でファン作りをする上で意識することはどんなことでしょうか？ SNS でファン作り。でもさ、いろいろある、これは。いろいろあるし、キャラもある。けど、定石。もうこれはもう、これはもう絶対やら、分かっとかなきゃいけないし、やらなきゃいけないことは、偏方性の法則。偏方性っていうのは、お歳暮を送られたら、仕方できませんよね。そうすると、お歳暮返しをする。お祝儀をもらったら、それに対してお祝い返しをする。要は、年賀状が来たら返さないわけいかないじゃないですか。それで返さない人って、よっぽどなんかもうメンタルが、狂ってるか KY かどっちかだと思うんですけど、あのね、 SNS で影響力がある人の共通点って、もちろんその人がもともと人気者だったり有名人だったら別ですよ。でも俺たちはもう、俺も含めてもう一般人ですから、まだネットの世界なんか俺らの全然誰も知らないんですよ、一部の人しかね。だからペーペーじゃないですか。でそんな人たちが影響力を持とうと思った時に、偏方性の法則っていうのをちゃんと理解することだと思うんですよね。偏方性っていうのは、要は影響力っていうのは、いいねボタン、コメント、保存ボタン、たくさん押してほしい。ツイッターで言ったらリツイート、リプライ。これをするためには何が必要かっていうと、まず自分がするってことです。私の投稿にリプがないなって人は、リプをかけてません。だいたい肌感覚で言うと、10回リプをかけると1回来ます。だから10回やんなきゃいけないでしょ。だからいっぱいリプが来てる人って過去ね、めちゃくちゃリプライしてるんですね。要は返信してるわけ。でもみんなどうなんだろうな、ネズミ講みたいな思考の人多いかな。なんか、オンラインサロンに入ったら増えますかね、フォロワー、みたいな。で、確かにこう、流入は増えるよね。そっからこう、ハッシュタグ経由とかで流入は増えるんだけど、大事なことは、その人の役に立ってるかどうかよ。自分が見てほしいと思ってツイッターとかインスタに投稿してるわけだから、それに対して素敵な写真ですねってコメントされたら嬉しいに決まってんじゃないですか。でこれを10回ぐらいやったら1回返ってくるわけ。ってことは10件コメントがある人は100件リプライしたってことですよね、コメント。だから俺が今何を頑張ってるかっていうと、ツイッターで言うとやっぱリプなんですね。リプをやっていく。だから俺1日今100から200リプぐらいかけてるから、多い時は300とかやってる。それぐらいやるから、どうしても短文になる。でも、これも、いっぱいやんなくていいんだよ。もうみんな10件とかでいいから、この人に対してリプライをかけたいって思うんだったら、リプライをしてね、リンナマンおはようございますって名前を入れることですね。これめんどくさいでしょ。
めんどくさいけど名前を入れられたら仕方できないんですよ人間。みんなもおはようございます、今日の投稿深いですね、私はこう思います、これいいよね。そして例えばじゃあ俺のこうタイムラインにバーッとリプが乗るじゃないですか。これってまあインフルエンサーの影響力がある人のここに掲示板のようにコメントが載ってるわけ。これねみんな見に行ってんすよ実は。そうするとここにねありがとうございましたとか、ただこういう絵文字だけだったらほとんどスルーされるけど、リンダマンおはようございますってちゃんと丁寧に返してる人見た時に、この人なんだろうって言ってポチってプロフィールボタンを押したりしてるじゃないですか。でそこから、プロフィールに飛んできてちょっとタイムラインを見てこの人面白いなって言って絡んでフォローされていくっていうまあ原理原則があるわけですよ。あ麦ちゃんも来てるね。まあ、麦ちゃんすごいよ、うちのサロンメンバーでもう1ヶ月2ヶ月でナノインフルエンサーっていう4桁のフォローを作ったからね。で俺はなんかもうとにかくね1000人まではどんなやり方してもいいと思う。別にフォロー返ししてもいいし、まずやっぱそれも量だと思う。やっぱ泥臭いことやってるから美しいやり方ができると思うしいいと思う。ただテクニックでフォロワーを増やすと、テクニックがなくなテクニックをやらなくなった瞬間に急に影響力を失うんだよね。そうじゃないですか。例えば毎日激しい投稿30投稿とかしてるから離れないと、それが1投稿にもし変わったら離れていきますよね、そんなことやってたら。だから最初の1000人ぐらいまでもうとにかく内容よりもまず数をやってみるってことがすごく大事だと思うけど、やっぱりこれも良質の転換をしていかなきゃいけないなって思うんだよね。やだって影響力ある人なんかそんな連投なんかしないし、リプなんてほとんどやってないしね。まあ徐々にそのアカウントの状況に応じてキャラをちょっとずつ変えていくっていうのはまあ大事なことかなと思います。まあ、今月ねちょっとツイッターで人脈を増やすセミナーをやってみようかなと思うんで、また皆さん告知しますね。ほい。これさ質問に答えながらコメント見れないね。お麦ちゃん名前入れるの意識してますね。麦ちゃんすごいよ。確かにリンダマンのリポを最近よく見かけます。見ないでください。あのツイッターのノウハウ教えてくださいってやついるじゃん。俺本当にアホなんかなってちょっと思う時あんのよ。だってねツイッターって全部ダイレクトメッセージは見えないけど DM 以外は全部見ていいよって SNS なわけ。じゃあ伸びてる人の手口って全部調べたら出てくるんですよ。こんだけリプかけてんだって、リプの文章だって研究できるでしょ。ここまでちゃんと見てるかどうかですよ。上っ面でやってなんか数投稿すればいいとか、ただリプをしていいねをすればいいっていう、そんな単純なことではないですよね。ツイッターってね研究しやすいんだよ。だって全部公開されてんだもん。それを見ずして教えてくださいっていうやつはアホなんかなとちょっと思ってしまいますよね。はい。まあ、じゃあ、まあ、回答は終わりましたかね。ということでですね、毎週月曜日夜9時からちょっとしばらくインスタライブの方でこの配信をやってみたいと思いますんで、またぜひね月曜日の9時からということで遊びに来ていただければいいなと思います。 IGTV にも残しておきますし、インスタこのライブをね YouTube の方にもアーカイブを載せておきますんで、またぜひ遊びに来てください。そして今日の僕の話を聞いてちょっと Twitter やってみようかなと思った人はぜひ僕の Twitter アカウントを探してね、絡んでいきましょう。でぜひここがポイントなのよ。今まだこうやって残ってる人いるじゃないですか。この俺の配信を見て俺にメンションして、で俺からリツイートかけられるかどうかが重要なの。まあインスタで言うんだったらリストーリーされた方がいいじゃないですか。だからね頭がいい人は来るんですよ。でこれをスクショして、いやリンダマンからこんなことを学びました、最高でした、アットマークリンダマンって来た時に37って、いやこれはみんなに見せたいよねって言って即リストーリーかかるわけで、そこから5人ぐらいフォロワーが増えたりするわけですよね。だから俺そういう子を見ると賢いな、分かってやってんなって思うんだよね。でも媚びを売っちゃダメだよ。媚びを売るのも良くないから、まあそれはバランスだと思うんだけど、ぜひねツイッターも絡んでいきましょうよ。いいなって思うものは僕もどんどん、これリンダマン法っていうバズーカがあって、俺がバズーカ打つと大体フォロワー5人10人は本当に増えるんで、一発でインプレッションもぐんと上がるんでね、まあそれをうまく活用してみんなで伸ばし合っていく。ツイッターは特に団体戦なので一人じゃ無理っす。
あのチーム戦でやっていかなきゃいけないから、みんなでリプをし合ったりいいねをし合ったり、うん、いや受けるよ。俺がさ毎日のようにリプをしてあげてんのにリプ一回も来ない人いるわけ。それって俺今自分が頑張ってるからやってるけど、いずれそれ途切れるよね。でも別にギブアンドテイクじゃないけど、分かってる人は必ずその偏方性の法則があるわけだから、ちゃんとやってくれるしね。そうやってお互いにリプをかけたりリツイートをかけたりして、お互いのフォロワーにどんどん拡散していくっていう流れをつけていくと、レバレッジでが効いてどんどんスパイラルのようにこう伸びていくという感じになっていくと思うんでね、まあ、ぜひそのあたりを意識して SNS 運用なんかもやってくださいということで、また来週の月曜日夜9時からお届けしたいと思います。あ、来週俺どこ、沖縄かな、ちょっと待って、ね、来週11日あ、まだ東京でした。来週11日夜9時からやりたいと思いますんで、また遊びに来てくださいということで、今週もありがとうございました。またお会いしましょう。リーナマでした。バイバーイ。